わあああああ、びっくりした。久々マリオ見つけたぜ。ややこい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 。あーマリオ、あーひどい。8人の仲間と7人の星のせいがあるんだ。ほらー、メープル、これでいけろ。じゃあなんだこの怒りも落ちそうな、ちょっと見えてますよ、あかり、あかりちょっと見えてますよ。よし、なんだこの怒りも落ちそうな床みたいなやつは、なんだこの怒りも落ちそうな床は。あれクッパのやつどこ行ったんだろう。行くぜ。こんな大丈夫、薄さ大丈夫ですか。これ絶対なくなるやつやで、これ多分、これこの後すぐなくなります。行きます。なあ、よくぞ気を頼まるよ。あ、ボタン？我が輩に感謝するのだ。長年のライバルエリキ様をやっつけるために、特別な舞台を用意してやったぞ。ああ、思った通りやが、これエリキ様は袋ネズミだ。マリオー、そ、亀がネズミとか言いやがって。まんまと罠にハマりおるとはバカなやつじゃの。亀クマもお前は何なんだ。お主が星の精度も助け出すのをしてぼーっと何もせずにしているわしではないぞ。この場所にはクッパさんの力何倍にもパワーアップすることができる資格が出るぞ。もう星の精度の力の目じゃないのじゃ。このカメクババ様の知恵でクッパさんを無敵にして差し上げるのじゃ。知恵？いきますよクッパ様、スイッチオンですじゃ。何すんの、何すんの、キラーン、え、わあ、どういうこと、何が起きて、わあ、クッパもびっくり、でかくなってる。マリオ、ひねらんといて、ちょっと待って。マリオ、今度さっきの演技を確保するのは。ちょっとお待ちよ。ちょっとお待ちよ、でっけえ。じゃあ、ものせりするか。大魔王クッパだ。何だか大きくなって、おいらちょっとビビってるかも。最大 HP はなんと99、防御力2。すっごい炎を吐いてきたり、でっかい体を踏みつぶしてきたり、いろいろな攻撃してくるんだ。だからさっきのパワーアップバージョンのことか。炎の攻撃力は10。あ、そうだね。やっぱ踏みつぶした爪は8。これもいろいろな攻撃してくるからね。亀クワの IC 装置の力でさっきよりも断然強くなってるからね。さっきと同じようにスターの杖でパワーアップしたらスターフラッシュを使うんだよ。オッケー、任せろやい。99? じゃあ99まで全部これ成功させたったらいいんやろがい。行くで。ほいほいほい、あ、3回でハッピー、ふい、いやーやばい、ちょっと待って、これはあれだな、待てよ、待てよ、これはやっぱりおぷくさん、あかりだよ。じゃあ、あかりおぷくさんにしよう。あかりおぷくさん、あ、やっぱそうみたい。でも3回であれなんだ。スターの杖パワーアップせんといてやん。やめてやん、スターの杖でパワーアップすんの。やめて、奥の虫やで。で、ここは星のせいでスターフラッシュするから、おっぷくさんに攻撃してもらう？えい。かん？え、今、カンって言いました？え、今、カンって言いました？が、もはやその攻撃は、我が輩には効かぬぞ。まずいことになってるじゃないか。スターフラッシュができてないんだよ。どうするんだよ、マリオ。え、スターフラッシュできないの？ハッピー。嘘つけ。え？ピンチや。あー、マリオ。どうしたらいいの？このままではクッパに。誰か、マリオ、お願い。あ、何をごちゃごちゃ言っておるのじゃ。おとなしく黙っておれ。ピンク、ピーチ姫、大丈夫でしたか？今ほどいてあげますから。あ、ティンク口でやってるんだ、なるほど。ティンク、よかった、無事だったのね。じゃ、ピーチ姫顔してあげて。オッケー。おのれ、星の子めよくもやりよったな。え、何？
何？この亀クワと対決しようの100年早いのじゃ。 お前なんか怖くないぞ。ピーク頑張って。ピーチは何をしたんだよ。体当たり？カーン！なんじゃそれで合意しておるつもりか？願う？ティンク！お願い！ティンク！頑張って！強くなって！やめろやめろやめろ！でっ、ブロック！はい！いてぇ！負けない！俺は負けないぞ！けよし！ダメージを、ダメージを与えるだ。行くぞ、ティンク。願う。頑張って、ティンク。もう少しよ。もう少しだから。この攻撃を耐えて、ティンク。ティンク、ティンク痛い。ティンク痛め。でもさっきより防御力も上がってるわ、ティンク。OK。なんじゃ？だんだん星の子の力が増しておる気がするぞい。星の子の力が増してるのはピーチ姫が願ってるからよ。いけ、人の願いを叶えるのが星の子の、いや星の仕事だろ。ちょっと1、いいぞ。カメクマも倒せ。私もう願うしかない。ピッチ、でもあのティンクもいいけどマリオのことも願ってあげて。あの、もう向こうでも死にかけてるから頼む。マリオのことも願ってあげて。ピーチさん、ピーチさん、カーンって。 バカな、わしの声が聞かぬとは。はっ、しまった。確か星の力の源は人々の願い。ピーチの願いが星の子に力を与えておるのじゃ。そういうことだよ、カメックババア。くらえ。クッパ様、無念ですじゃ。しゃあ、これで力が弱まるだろう。そうだ、マリオ助けなくちゃ。でもどうしたらいいのかしら。ピーチ姫、願うんですよ。さっき僕にしてくれたみたいに星の星様にもっと力を与えるんです。キノコワールドのこと、星の国のこと、そしてマリオさんのことを思って星に願いをかけるんです。そうすれば願った力はと星の星様たちにも伝わるはずですよ。分かったわ、ティンク。やってみる。僕はマリオさんをお手伝いします。さあ、ティンク来た。お願い。お願い。星の星に力を。貴様はこんなに弱いと面白くないぞ。一発殴ったね。お、おお、体に力が満ちていくぞ。あ、実体がスケスケじゃなくなってきてる。星の星様、僕もお手伝いします。頼む、みんなで八つ目の星の力で。ピーチ姫、大勢の者たちの願いの力。そうだそうだ、キノコタウンにもワールドにもみんなこの復活を願っているんだよ。いけるぞマリオ、もう一踏ん張りだ。スターフラッシュを使うのだ。スターフラッシュ、ピーチフラッシュ。あるいはピーチフラッシュを使えるようになった。ピーチフラッシュになると、なんかあのキューティーハニーのハニーフラッシュ感ありません？マリオロ、そろそろ関連するがよい。貴様では我が輩に勝てぬのだ。ね、エッチなのかなって思っちゃうね。ではでは早速行きましょう。おー、ピーチフのアイコンになってる。ピーチフラッシュやあ。ちゃんと真ん中にティンクがいる。おわ、スターの強い力破られるとは。よし、これで対等に戦いになったな。よっしゃ、待って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 、守りの力がどっか消えとるぞい。待って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 、守りの力がどっか消えとるぞいとね。まあでもね、FP と HP がね、あの全回復した状態になってるから。だったらハンマーにするか。
ほい。うわあ。毒ダメ。毒ダメみたいになった。ドカハンでいこう。ドカハ、うん。計10いいよ。じゃあ、でも多分痺れないからな。痺れないと分かっていたらどうすったらいいんだ。で防御力2か、待ってよ。防御力2だったら、いや、ビリビリアタック。待って、ビリビリアタックか。あ、失敗してる。はい。あれ、防御力、痛え。いや、これはもうドッカーハンマー連続。ドッカーハンマーからドッカーハンマー。いけ、いいぞ。良いぞ、良いぞ。ハッピー。これにする？雲隠れにする？雲隠れにするか。トン、トン、トン。あーし、3ターン目失敗したけど、おら、当たっても防御だし、あれでもそれ、あ、でもその一旦をそれに使わんといて。その一旦をそれに使わんといて。その一旦をそれに使わんといて。ポコちゃん。では、で、これで、クリをチャージする。クリチャーだ。クリチャー。ニーアップだ。これニーアップがでかい。え？あ、外れてる。オッケーオッケー。ナイス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 。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。ドッカンハンマージャイ。えー、でクリオの連続続きいくぞ。あれ、なんかちょ、なんか俺3回目見せてる。やめろや、いってくそ。ちょっと待って、こうなったらばかり、オネキス、いや待って、オネキスじゃない、これはウルキノ、これはウルキノ。ええ、30?30?30? ドッカンハンマーじゃい。やめんかい、やめんかい、そのターン。くそー。クリオ、目覚めろ。目覚めてくれ、クリオ。頼む。クリオ、目覚めてくれ。俺はピーチフラッシュするしかないんだ。俺もピーチフラッシュやら回復やら何やらで。もう、なんかもう大変なんや。ちょっとみんな、もうちょいお願いしたら、このピーチフラッシュの最中に敵にダメージ与えるとこない？ない？な、情けですか？情けですか？お情け！お情け 30！ おい、全回復してもらうぞ！全回復してもらうたで！ちょっと待って。ドカハマ、よし、ちょっと。ドカハマ、全回復はさせません。OK。なったら、あ、FP、FP ない、 FP ないときは明かり、 FP ないときは明かりんで、ビリビリアタックでちょっとでも減らしておく、ちょっとでも減らす、ちょっとでも減らしておく。何すんの、何すんの、ガード、ガード、ナイス、OK、ナイスガードで、これでナイスガードしたらば、したらばばばばばば、いや、これ、ちょっと、アイテムの、ローゼリー、ローゼリー、ローリアルゼリー、完璧では？最高のアイテムじゃん。で、これは、これ、しび、これ、しびれ、しびれる？しびれないか。カーンって言うもんな。発電パワーいくか。発電パワー、あ、オッケー。ガード、ちゃうわ、クソ、ガードじゃないパターンや。くもがくで、下手くそい。で、いけるいける、これはまあまあ、しゃあない、そういうこともあるでしょ、そういうこともあるでしょ。雲隠れしてるから当てれないだろ、クッパオラー。さあ、
すぎる。あ、避けた。オッケーオッケーオッケー。しゃあ、どうだ、尻餅ついて。おいおいお、お尻が綺麗になったんじゃないのか。ケツ拭き、プレイ41。回復だけしたいで、回復だけしたいで、回復だけしたいで、回復だけしたいで。オッケーオッケー。回復さえしなければこっちのもんだ。オッケー。で、攻撃力アップの効果さ、プラス1だから、あんまりかもしんないな。あんまりかもしんないね。いらんかもしれないね。守りとか、この、雲隠れとか結構いい感じに効いてくれてるけど、あんまいらんかもしれないね。OK。さあ。よし。ガードするぞ、ガードするぞ。何する気？回復せんといてや。回復だけはせんといてや。ピー！待てよ。これは、ドッカーハンマー。待って。HP10 はやばい。10はやばすぎんぞ。10はやばすぎる。あー、キャシーで、キャディナ、キャディナ。美味しいよ、キャシーさん。これ美味しいよ、キャシーさん。これ何で作ったの？あとレシピ教えて。これで、ナカチェン、パレッタ？パレッタ、お前パレッタシュート強いか？前のパレッタシュート強かったっけ？完全に忘れてる。わあ、的がでかいこと好めない。5、あれ、いい、あ、でもあれか、普通に。こうなるとアカリンと一緒だから。いてえ。待ってよ。次のターンだから、これは、オネキスやっといた方がいいな。これはオネキス。これはオネキスやっといた方がいいやつ。オネキスやっとこう。オネキスやって、で、多分次がスターなんちゃら、なんていうの？ピーチフラッシュタイミングになるから、ピーフラタイミングになるよね、次が、多分。にぃやめてよ。ドッカンハンマー、それで9だもんね。OK。よっしゃ。よし。これでスターフラッシュ&ピーチ、なんたらになるから。あぶねえ、寝顔にするとこだった。あぶねえ。ごめん、お腹だったわ。ごめん。ごめん。ご飯、朝ご飯食べたけど、昼ご飯食べてないから、お腹だったわ、今、こんなすげえ大事な時に。おっしゃ、行くぞ！おっしゃい。おしゃ、ハッピー。潰れた。いや、あ、そっか、ハンマー使えなくなっちゃった、ってなったら、これはもう、連続ジャンプを決め込む。連続ジャンプを決め込む。俺、なんか毎回3回目に失敗してる。これ俺が悪いの？これ、私が悪いってこと？じゃあ、これを、オポコピーにして、避ける準備を押しといてください。避けます。よね、オッケー。避ける準備しておいてください。お願いします。いてー、ドク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 。でもこれはもう連続ジャンプするしかないか。連続ジャンプ。これやっぱ毎回3で、で、ここはですね、ここですよ。ポコピーさん、一回帰ってください。帰りなさい、ポコピーさん。はい。で、クリオじゃないわ。これは、いや、アカリンで、おビリビリアタックだ。OK。ちょっとずつ。あ、大丈夫。避けた。ナイス。いい避けっぷり。いやー、さすがポコピーだな。いてえ！内側からは避けれません。よし。これ、連続ジャンプそんな無理ってこと？普通のジャンプの方が効くんちゃう？あんま変わんねえな。だったら。じゃあ、もう一回ビリビリアタック。一旦これで9ダメージ与えてるけど、ね、ハンマーじゃなくても。長期戦になればなるほど、痛えし。辛いし。ハンマーだし！痛えし、辛いし。ちょ、危ねえ。ハンマーしてる場合じゃない。星のせよ。
危ない危ない危ない、ハンマーに気を取られた、危ない、ハンマーに気を取られた、危ない危ない危ない、危ねえ、すごい、もう目の前に餌を釣られた馬のように走り出すところだった、ハンマー持って、危ねえ危ねえ危ねえ、そうじゃないそうじゃない、危ねえぞ、気をつけろ、気をつけていこうぜ、バチコイ、しゃあ、で、そろそろ、怖いから、そうだな、ビリビリアタック、ビーリビリ動画、OK、よし、これで、あー、全然ガードできなかった。ほんでよ、ほんで、ウルキノ、しゃあ、そっちが HP30 回復するのはこっちは HP50 回復だ。いてえ、ごめん、40しか回復しない感じになってる、ごめん、これはもう、ドカンハンマー一択です。ドッカンいっちゃうよ、オッケー、ほい、ナイス、じゃあドカンハンマーいっちゃうよ、ドッカンハンマー、オッケー、あと10いけるぞ、何すんねん、やめろ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 よ、やめろよ、もうちょいやのに、もうちょいやのに、1フラッシュ、頼むぜ頼むぜ、でこれ、え、待って、これクッパもさ、あの HP 終わりの方になったらなんかとんでもない攻撃をしてきますぜとかない、え、ない、ある、ない、ない、ある、ある、あるよね、じゃあこれ銃でぴったり倒せるように発電パワーしとこう、発電パワー、よっしゃ、ほい、いや、あっちいっち、あっち燃えてるんだろうか、行くぜドカンハンマー、これでお前の終わり、一体タシャー、おらしゃーい、おのれまたお前に負けた、無敵になったわ、我が輩は勝てないのだ、くそー、さあ、あ、下の杖、思ったよりでかい、さあお前たち、これが欲しかったんだろ、下の杖を取り戻したぞ、何、マリオ、ピーチ、マリオ、きっとあなたなら助け出してくれって信じてたわ、ありがとうマリオ、ん、何、何、ちょっと待って、おお、なんだ、びっくりしたのである、ちょっとクッパ割と元気じゃん、え、やばいやばい、これもろともいっちゃうよ、もろともいっちゃうよ、え、カメクマよ、これ一体何事なのだ、クッパ様とマリオの戦いがあまりにも激しかったので、どうやらクッパ様をパワーアップさせていた装置がぶっ壊れてしまったようですじゃん。あちこちから暴走してエネルギーがクッパ城の方へも逆流しています、クッパさん、もうすぐここもクッパ城も爆発してしまいますぞ、こうなったらもう逃げ出すしかありませんです、じゃじゃ、なん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 な、それはまずい、さっさと逃げるのだ、ん、おわー、あー、やばい、え、これ逃げなきゃ、お酒の城から逃げなきゃ、え、あ、何、何が起こったの、城だけ無事？あ、星の聖様たちが、星の聖様たちが、私たちだけを無事に、お城と一緒に私たちだけを無事に返してくれてる。ありがとう。マリオよ、ありがとう。スターの杖を取り戻してくれて、心から礼を言うぞ。これで再び、世界に平和が戻るであろう。
またみんなの願い事聞いてあげれるわ。それもこれもみんなマリオちゃんたちのおかげよ。夜になれば星たちが君たちの勇気をたたえて輝くのが見えるだろう。あ、かなりお世話になったかな、この星に。それこそが我々の感謝の印だ。それにしてもマリオくんたちの活躍は素晴らしかったね。とてもかっこよかった。君たちならきっとやり遂げられると信じていたよ。あ、俺の、もう、チューするだけ。キスフレンド。本当によくここまで頑張ってくれましたね。大変なこともあったでしょ。あなたたちの勇気を私たちは忘れませんよ。あなたの口づけも忘れません。あれ？こいつなんかしたっけ？まあ、そんなことを言っても聞くようなやつじゃないよね。やれやれ。君たちにこの感謝の気持ちを伝えきれないのが残念だ。星の国、そしてキノコワールドに希望を取り戻してくれて本当にありがとう。そしてティンク、そのあなたもよく頑張った。もう立派な一人前の星じゃな。てへへ。さて、わしらはそろそろ星の国に戻らねばならん。星の国の者たちがわしらを待っているのでな。さらばだマリオ、お主たちに星の海域が荒うことを。ありがとう。ありがとうね。いやー、助かったな。あ、そうか、ティンクともお別れか。マリオさん、本当にありがとうございました。ピーチ姫、一緒に頑張ることができてとても嬉しかったです。またいつかお会いしましょう。僕、立派な星になって、皆さんの願いを運びます。今までありがとう、ティンク。あなたはいつだって立派な星だったわ。ピーチ姫。僕。いや、やっぱりいいです。僕も行かなくちゃ。ありがとうございました、マリオさん。ありがとうございました、ピーチ姫。さようなら。いやー、ティンクありがとうな。君はもう一人の主人公だったよ。ああ、いいな。そして星の精たちが帰っていくのか。そしてピーチ城は、元のところに降りていくんだね。いや、ありがとうな、みんな。そして最後。リンクありがとうな。ああ、いいな、最後。振り向くタイプだな。うん。